どうも天村です。今回はお釣り投資とはメリット、デメリットとおすすめサービス3選というお話をしていきます。投資というふうに聞くとまとまったお金が必要なんじゃないかっていうふうに思ってしまいますけども、実は少額でスタートできる投資がたくさんあります。今回ご紹介するお釣り投資も少額投資の一つで、普段の買い物で出るお釣りを投資に回すことができます。誰でも取り組みやすくてリスクが少ない投資になっているので、このような方におすすめです。投資に興味はあるけどリスクが怖くてなかなかできないという人、いろいろと面倒な手続きとか購入する投資上限選びをやりたくない面倒くさがり屋の人、投資を全くやったことがない初心者の人、お釣り投資は始めやすくて、そして少額で投資ができるのでハードルが低く設定されています。今回はお釣り投資の仕組みからメリット、デメリットを説明して、最後におすすめサービス3選を紹介します。これを見ればお釣り投資で資産形成をスタートする方法がわかります。ちなみに僕天村は2019年に脱サラしてフリーランスになりました。それまではオンラインビジネスだけをやっていたんですけども、資産を大きくしていくには投資も大事だということに気がつき、ビジネスと投資の両輪が大事ということで、今は投資に力を注いでいます。特に初心者の方でもスタートしやすい少額投資を僕自身も実践していくことで、そこから学んだことを皆さんに提供していこうと考えています。老後不安などが叫ばれているので、老後資金は自分で作っていく時代において、少しでもそのお力になれたらと思っています。動画だけではなく文章で少額投資について学びたいという方は、コツコツ投資のコツというブログも運営していますので、そちらも合わせてご覧ください。概要欄にリンクしておきます。さらにながら聞きができるようにラジオもやっていますので、そちらも合わせてリンクしておきます。お釣り投資の仕組みとは、普段の買い物で出たお釣りを投資に回すことができるのがお釣り投資です。仕組みとしては買い物アプリに連携させることで自動でお釣りを投資に回すように設定できます。金額の設定を自分で決めて初期設定しておけば、あとは自動的に積み立て投資をしてくれます。もちろん途中で設定を変更することができるので、懐事情と相談しながら臨機応変に運用することもできます。お釣り投資として積み立てたお金は、投資のプロである専門家や AI 技術を活用したロボアドバイザーなどが運用してくれます。実際に自分たちで投資商品を選んで運用していくわけではないので、初心者でも安心して投資ができるような仕組みになっています。ただし普段の買い物では現金しか使わないよという人にとっては縁遠いかもしれません。というのも、お釣り投資はクレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済を利用する必要があるからです。キャッシュレス決済の取引記録を管理する家計簿アプリと連携させることで積み立てが行われます。あれちょっと待って、キャッシュレス決済ならお釣りが出ないんじゃないの、というような疑問が浮かんだんじゃないでしょうか。本来だったらね、キャッシュレス決済にお釣りは出ませんが、現金の支払いの場合にこれぐらいのお釣りが出るだろうなと想定されるお釣りが自動的に計算される仕組みになっています。お釣り投資のメリット、お釣り投資は投資初心者の方にとってメリットが多いです。まずはどんなメリットがあるのかを見ていきましょう。メリットの1つ目、投資知識不要で手軽にできる。お釣り投資では資産運用をプロや AI にお任せしてやってもらうので、チャートを読んだり投資の勉強をする必要はありません。サービスに申し込んでアプリを入れて連携しておいて、お釣りの金額などの初期設定をしておくだけで、あとは自動的に投資に積み立てる仕組みになっています。全く投資の知識がなくてもできるので簡単です。メリットの2つ目、超少額からスタートできる。お釣り投資の大きなメリットなのが、まとまった金額がなくても投資ができるという部分です。サービスによってはなんと最安で5円から1円単位で投資可能なものもあります。金額は自分で決められるので、無理のない範囲での投資が可能となっています。メリットの3つ目、運用が手間いらず。一般的な投資であれば資産が減らないために運用していく必要があるんですけども、お釣り投資は自動積み立てで運用はプロ任せです。お釣りの金額を設定しておくだけで自動的に投資に積み立てる仕組みになっているので、運用の手間がかかりません。メリットの4つ目、投資を続けやすい。お釣りの数十円、
数百円をコツコツと自動で投資するので継続しやすいという特徴があります。面倒な運用が嫌になって投資をやめてしまうことがないので投資を継続して続けやすいのが嬉しいポイント。メリットの5つ目、ポイントバックやキャンペーンがある。お釣り投資ができるサービスの中にはポイントサービスと連携しているものやキャンペーンによって特典が受けられるものもあります。普段の買い物に使えるポイントがもらえるのでお得に節約していきたい人にとってはメリットです。お釣り投資のデメリット。お釣り投資は投資初心者の方にとってメリットが多いんですけども、デメリットがないわけではありません。では次にどんなデメリットがあるのかを見ていきましょう。デメリットの1つ目、現金支払いの人はできない。お釣り投資の仕組みとしてクレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済を家計簿アプリと連携させる必要があります。ですので普段の買い物は現金しか使わないという人はそもそもお釣り投資をスタートできません。キャッシュレス決済を使っていない人は運用ができないというデメリットがあります。お釣り投資のデメリット2つ目、投資先を選べない。お釣り投資には資産運用をプロにお任せできるから自分で運用しなくてもいいというメリットがあるんですけども、その反面投資したい対象を自分で選ぶことができないというデメリットもあります。お釣り投資のデメリット3つ目、少額なので稼げる金額は少ない。お釣り投資は大きな金額を投資にかけるわけではないので当然ですけども大きく稼ぐこともできません。あくまでも少額投資でローリスクローリターンの投資です。そのため大きく稼いでいきたい人にとっては物足りなく感じてしまうでしょう。お釣り投資のデメリット4つ目、運用成績がマイナスになることもある。ロボアドバイザーの AI による自動運転はリスクを抑えて利益を最大限出してくれるサービスです。ですがコロナショックのような大きな経済ダメージなどがあった場合は運用がマイナスになることもあります。元本割れになってしまうリスクもゼロではなく、その場合の保証などもありません。お釣り投資のおすすめサービス3選。最後にお釣り投資サービスでおすすめの3つをご紹介します。1つ目が虎の子。虎の子は業界最安値となる5円からお釣り投資が可能なサービスです。5円以上であれば1円刻みで投資することができます。虎の子で連携させることができる家計簿アプリは3つあります。マネーフォワード、財務、マネーツリー。自分で運用方法を決められたりポイントやマイルで投資することができるなどのユニークな機能が多いのが特徴です。また虎の子はロボアドバイザーではなく投資のプロであるファンドマネージャーが運用しています。メリットとしましては、1つ目が投資金額が最安値の5円から、2つ目は投資資金は信託銀行に預けて運用するため破綻しても返還保証される、3つ目が運用手数料が 0.3% と安い、4つ目が連携ポイントが多い、5つ目が連携サービスが豊富。デメリットは1つ目が月額手数料300円がかかる、ただし3ヶ月間は無料。2つ目は出金手数料300円がかかる、こちらも3ヶ月間は無料となっています。おすすめサービスの2つ目はテオプラスドコモです。テオプラスドコモは携帯電話でドコモを使っている人や D カードを契約している人向けのサービスです。もしもどちらも使っていないという人は利用することができません。このサービスはロボアドバイザーによる資産運用をしてくれます。最初に質問に答えるだけで自分に合ったポートフォリオを提案してくれるので、あとは選ぶだけで簡単です。テオプラスドコモでは D ポイントを利用して購入した金額からでもお釣り投資ができます。最低投資金額としてまずは口座に1万円の入金が必要となっているのですが、お釣りの累計額でいいのでコツコツ貯めれば始められます。その後はお釣りだけで運用していくことが可能です。 D ポイントの利用者であれば預かり資産1万円につき 1.5% の D ポイントが自動的にもらえるというお得な特典があります。メリットの1つ目、月額手数料が無料。メリットの2つ目は出金手数料が無料。そして3つ目は D ポイントがもらえる。デメリットとしましては、1つ目、ドコモ利用者か D カード利用者しか使えない。2つ目が運用手数料が年率 1.0% となっています。続いておすすめの3つ目です。3つ目はマメタスです。
マメタスはロボアドバイザーの利用者数が国内トップであるウェルスナビを運営しているウェルスナビ株式会社が提供するお釣り投資サービスです。マメタスでもウェルスナビのシステムを使って資産運用することができます。利用者が多いこともあって運用資金も豊富な上に世界中の銘柄に分散投資されているのでリスクが極めて低いという特徴があります。投資の最低金額は1万円になっているんですが、お釣りの累計額でいいのでコツコツ貯めれば始められます。メリットの1つ目、月額手数料が無料。メリットの2つ目は出金手数料が無料となっています。デメリットとしましては、1つ目、運用手数料が年率 1.0%、 2つ目、連携アプリがマネーツリーのみというふうになっています。以上がお釣り投資とは、メリット、デメリットとおすすめサービス3選でした。お釣り投資でコツコツ資産形成をスタートしてみてもらったらと思います。今回の動画が良かったよという方はグッド評価をお願いいたします。さらに今後も少額投資に関する動画をアップしていきますので、僕と一緒に老後資金を自分で作っていきたいという方はチャンネル登録もお願いいたします。ブログとラジオの方でも投資に関する情報を配信していますので、そちらも合わせてご覧ください。概要欄にリンクしております。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。